ちょっとやりましょう。はい、はい、お願いします。ちょっと最近左足上がりが結構なんかこうレッスンで悩みが多い人多いんですけど、あります？左足上がり結構左足が突っかかってしまったりとか、はいはい、逆にそれを嫌がってハーフトップしてみたりとか。あ、なるほど、いうことがあるのね。で、左足体重で打った方がいいのか右足体重で打っていいのかっていうのがちょっと分かんなかったりとかあるんで、ちょっと打ってみますか。はい、はい、あー、なるほどなるほど。ちょっとハーフトップしちゃったね。ちょっとやっぱ強く入りすぎ、はい、ちょっと上から入れすぎちゃって。逆に今度は、あー、なるほどなるほど。ちょっと浮いたり、そうあー、なるほどですね。ちょっともう一回構えてもらって、はい、いい時ありますよね。でもいい時もある、本当に。あー、ね、そうですね。で、ちょっとやっぱりここの原因としてはやっぱ突っかかる傾斜じゃないですか。そうなんはいはい、なんでまずクラブの通り道、クラブの懐をやっぱ作ってあげないといけないんですね、うんうん、抜けやすい懐をね。でそれはもう全てアドレスでちょっと一回構えてもらって、はい、今、うん、結構これでもオープンだ ね、 ちょっとね、オープンなんですけど、もうちょっとこの傾斜だったら、そうですね、そのぐらい引いてちょっと打ってみましょう。打ってみましょう。はい、はい、ちょっと抜けが良かったね。ちょっともう一回行きます。はい。逆にもうちょっとオープンいけますか。大げさに。はいはいはい。おお。ちょっといい、いいですね。うん、抜けがいいね。今のでやっぱ開いてる分、うん、こっち手がこう抜けたもんね、安いところにあるんで、うんうん、まず構え方はそれがいいのかなと思いますけどね。はいはい。でも左足体重で、今の左足で打ったんだけど、なるほど、こっちで打った方がいいのかなっていう時があるのね。あー、なるほどなるほどなるほど。そうなんよ。はいはいはい。まあ、これ多分結構分かれますよね、うんうん、左で構えてまんまこう打ちたいのか、いやもうなんか右で打ちたいのか、うん、そう突っかかるのが嫌だけ右で打った方がいいのかどっちかなって時があるので、逆にじゃあ、うん、じゃあ最初、うん、開いて、うん、さっき一緒のオープンぐらいで、うん、左体重でちょっと打ってみましょうか。はい、まあまあ左にかけてみて。どうです？いいです？もうちょっとかけてみますか。左に体重。あ、体重ね。はい。これ左軸ですね。軸。うん、抜けいいですね。抜けいい。ああ、なるほど。まあ、悪くはない感じですね。悪くない、悪くない。次、右で行こうか。右で。同じぐらいオープンにして、そうですね、右足の軸ですね。右足軸、右体重で、はい、いきますよ。はい、おお、球はちょっと上がる感じがするよね。ちょっとやっぱ球上がりますよね。抜け自体は、抜け自体は悪くない、全然いいんですけどね、うん、でこれ絶対、うん、左軸と右軸どっちかやり、僕は結構左なんですよ、うん、はあはあはあ、でもこれって個人差あるんで、はい、右でやっぱ構えたい人いるんですけど、うん、いると思うんですよ。でも右ってやっぱりそのロフトが寝てきやすいんで、やっぱボールが上がりやすいからですね。ちょっとラインは出にくいのか。ラインがそうですね、うん、ラインが出にくいんで、こういう時は、うん、52？ これ52です、はい、52です。52で打つといいかもしれないですね。ちょっとやってみましょう、はいはい、右軸で構えたい人はあのオープン度合いは一緒ですけど、右軸で構えたい人はちょっとねロフトが立ったやつで58より52でいきますね。はい、はい、ちょっと低くなりましたね。おー、違うね。の方が右軸で構えたい人はロフトが立ったやつで打つと、低いっていうか、まあラインが出やすいですね。やっぱ上げるよりですね、うん、まあ距離感っていうのはもうあとはね、はい、振り幅とかがあるんで、もう一回言いましょうか。はい、右でこう構えたい人は52度。うんうん、この球の低さだったらライン出やすいんで、ですよね、いいね、はいはい、まあ、それをどっちかこう練習でやってみて、使い分けしてみた方がいいかもしれないね。そうですね、使い分けしてみてやってみてください。わかりました、はい、すいません、いえいえ、今日も撮影協力します。いえいえ、はいはい、じゃあまたお会いしましょう。お願いします。バイバーイ。